ちなみに、多分レータさんがアイジェルしないなら、多分僕がするよ。ね、多分僕になると思う。いや、僕のまた、ノート生活が始まっちゃう。めっちゃメモる時間が。で、フェンデーのアイジェルの時に、ほんとノート1、2冊埋まったから、またそれが始まるかも。ただ、まだ確定じゃないか。いや、フェンデーじゃアイジェルだよ。したことある。レータさんはメインアイジェルじゃなくて、サブなんじゃないの？もともとクロウさんがアイジェルじゃなかったっけ？レッドさんかな？なんかコロコロ変わってるイメージある。ゼタの時って。相手する人が変わるとチームの方針めっちゃ変わるよ、ちなみに。レイターさんの考え方を、で、やるのも面白いっちゃ面白いんだよな、IGL にして。レイターさんの話を思うのが結構もうなくない？まだだからね。こっからだから。今はトライアウトして、で、結果待ちますで、今結果出たって感じだから、最近。で、発表したみたいな。レイさんも29なんだっけ？ 28 まだ？もう29になってた？結構だってもう、ここに墓石掘ろうとしてるよね。ワンチャンスかけて、かせ、かけに。結構ラストチャンスじゃない？年齢的に。僕よりも。ラストチャンスって言っても一応結果は出しまくってるか。正直。日本一だし。世界大会出てるし。でも、もしラストキャリアを蒸らしちゃったらちょっと面白いね。いや、そう、うかうかしてられない。もう僕も正直、もっと強くなんなきゃなとか。